お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのメガナイトディガパイの方をですね、まあ、しっかり解説しながらやっていきたいと思いますので、ペックディガパイの動画を出そうと思ったっていうのは前にも話したんですけど、ペックディガパイが、のがむずい。なんかペックディガパイのがむずくて、なんかメガナイトディガパイの方が、まあ、個人的にね、結構使いやすくて、なんか勝てたので、まあ、今回ね、メガナイトディガパイをはい、まあ、紹介したいと思います。で、これ、あれですね、もうめちゃくちゃ、ずっと存在してるやつですね。あの、ペッカの、なんだろう、テンプレとかと一緒で。もうずっと永遠に強いデッキなんで、まあ、覚えといて、っていうか、まあ、使えるようになっといて損はないデッキだと思います。でもね、その分、あの、ウルトラが5枚で多いんですけど、まあ、でも、それが強さっていうのも、まあ、ありますね。はい、なんで、もうとりあえずやってきます。で、まあ、メガナイトを出すタイミングとかさえ覚えてしまえば、まあ、結構使えるんじゃないかなと思いますね。とりあえずこれしょっぱなメガナイトでいいや。あはまあ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 、あれ多分バレると同時にバーンってできたら、あれ後ろだっけ、多分全部3体ともバレる処理できると思うんですけどね。これ絶対守ってくる読みのディガーですね。エッチですね、今のは。で、ここは、そうですね。あ、やば、いや、待って、やばいかも。さて、やばい。で、ここは、痛いけど、今のは相手一発受けて、このザップ美味しいですね。多分相手これ防衛できなくて終わるんじゃないと思ったけど、そんなこともないですね。まあ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 、相手は枯渇かな？なんかミニペ入りの枯渇ですね。なんで、まあ、バレルが絶対ダメージ受けちゃうんですけど、まあ、ダメージ受けていいんで、まあ、どうにかカウンターをしたいですね、僕は。とりあえず、後ろから、ま、インドラかエリキかどっちか流して、でもま、枯渇なんでインドラが、基本的に腐るかな、と思うんで、インドラを展開しました。で、まあ、基本的にホグとかにはメガナイト抑えていきたいですね。で、でもありがとうって言ってるんで、ここをミニペッカで、ま、処理してくると思います。あー、全然違う。で、ここでミニペッカか。あー、うまいですね。うまいですね、相手さん。インフィミニペバレル。ちょっとや、あれですね、嫌ですね、まあ。とりあえず相手がバレル来るから、バレルはガゴで処理して、え、そっちそっちむずいな。で、マスキあるんで、相手。とりあえずまたインドラ展開して、ですね、橋面ピンがない、なさそうなんで、それはすごい助かりますね。で、まあ基本的にホグとか、工場ババとかにメガナイト展開して、そっから後ろでカウンターをつなげていきたいですね。こっちからしたら。これ今ザップ回った。よいしょ。ユーノが生きてるのはでかい。いや、美味しい。これで、オッケー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 。まあ相手がなんか両サイ振ってくれてるのが逆にこっちからしたら美味しいですね。あ、ホグバレルか。ホグバレルが来ますね、どっかで。と思ったけど、とりあえず、まあいいや。とりあえず攻めて、で、ここにファイスピクル読み。はい。まあ、今のは、あれですね、さすがに簡単にはできないかもしれないですけど、これでもあってディガー飛ばして、勝ちかな。多分インドラが入って終わりですね。ザップ打っても多分もうリセットないから、このままインドラが、よいしょ、焼き尽くして終わりって感じで、まあ、終わり方がなんかあっさりしすぎてましたね。なんかもっと、ホグプラスバレル飛ばされてたら、結構危なかったかもしれないですけど、なんだろうな、まあ基本的にメガナイトはマジで、ホグとか工場とかランバーユーノとか、なんかめちゃくちゃ相手が攻めてきた時か、ホグか工場にまあ出しとけばいいかなと思います。それ以外には、なんだろう、なんかまあ延長入る時にケツからロイジャイとか、ロイジャイじゃないわ、ケツからとか、まあ、することなかったらですかね。まあなんだろう、まあ後ろから出しといて損はないですね。困ったらとりあえず後ろから出しとけば別になんとかなりますね。で、これが相手ロイですね。ロイ J もやっぱ最近流行ってるんで、それに対してしっかり立ち回っていきたいと思います。今僕がインドラサイドから始まるロイですね、多分。
で、このエレキを延命して、OK、カウンターにつなげたい。縦線、いや、惜しい。入る。いや、これでかいですね。これとりあえず、ザップでもこれ打っといて、タワーにね、ダメージ入れていくのは大事ですね。で、オーブン来る用のポイズン構えて、で、このロイジャイとかには意外とメガネとか腐りがちなんですよね。なんで、まあ、ケツから出してあげるぐらいかな。マジですることないんでね。こういうのは後ろから出してあげます。基本的に、まあ、古城ババとかラムライターとかある場合は、それを絶対メガネで受けたいんで、まあ、もう出さないですけど、よいしょ。ガゴー、オッケー。で、これも言うので、このエレキを延命するのはすごい大事ですね。で、多分これで相手も陸受けなくて終わりますね。あるんかいっていうか、回ったか。縦線ぐらいしかザップ打つ場所ないんで、オッケーオッケーオッケー。美味しいですね。このダメージ美味しいですね。今、相手エレキ裂いてたんで、またロイジャイ、ハシマイロイ来ても、インドラパッて出しちゃえば、処理できるんで、まあ、後ろからまたメガナイト展開ですかね。ポチッとな。あー、で、これはタイミングが。まあ、けど多分これで、ファイブを打たれない限りは、打たれましたね。打たれない限りは、って言ったら打たれましたね。まあいいや。これとりあえず、ギリギリのラインで防衛して、で、ディガーしっかり飛ばしていきます。で、縦線相手あっちに裂いたら陸いないでしょ、君。ディガーガン刺さりですね。ザップ打っとけば、メガナイトが奇跡的に残って逆サイかないかな。あー、飛べ。で、僕はあとこの900さえ守ればいいんで、さすがにこれは落とされないと思いますね。さすがにこれは落ちないですね。なんで、もうこれは、このまま美味しくカウンター化してもらいます。多分相手はユニットで右攻めてくるのかな。いや、守ってくる気だ。守ってくる気だ、これを。これを守ってくるのはさすがに無理があるけど、まあ、僕、相手縦線裂いたのを確認してからディガー飛ばしてあげれば、相手の受けはない。エレキも裂きましたね。オーケー。まあ、ロイジャイに対しては、まあ、後ろメガナイトからの、普通にユニット付け出してあげたら多分結構相手はきついと思いますね。問題はペッカとかかな。ペッカにも、結構いけると思うんすけどね。当たってくれればいいんすけど、なんで、基本的に、工場。ペッカに対しては、ケツメガナイトはダメですね。基本的に相手が一気に攻めてきたところを、メガナイトでズシャーンってして、まあ、ディガープラ、もうすぐ後ろからガゴとかついて、追加してあげると、相手が頑張って、なんだろう、ペックとか出しても、普通にガゴとかエリキとかで、相手のペックが壊せる&その間にまあディガー削りみたいな感じですかね。相手ザップディガー、ダックプリ、ジャイプリプリコカツ、あ、じゃあジャイプリプリディガーか。で、プリンスがあるんだ。そう、これメガナイトは、プリンスがきつい。これあの、ポイズン打つ場所多分マスケしかないと思うんで、打ちます。いや、違う。なんだこのデッキ。こういう、ちょっとわかんないデッキは怖いですね。まあ、これエレキで受けてあげて、ダクプリ言うのか。あー、なるほど。よいしょ。OK。まあ、これで、OKOKOK。で、ダメージはトントンで、今は相手、ダクプリいるんで、どうしようかな。U の飛ばしてダクプリで受けられるんで、まあ、それなら僕がディガー飛ばして、ダクプリで受けさせて、OK ですね。このダクプリを U ので受けるのがいいですね。ダメージ稼げる&、そのまま U のがカウンターに行ってくれると思うんで、よいしょ。で、これはもうさすがに、インドラ、展開する。ザップ打たれますね、多分。ザップ打たれる。いや、打たれない。で、ここはもうあれですね。ダメージ許容して、今のペッカ、カウンターします。相手、しかも今あれなんですよ。メガナイト裂いたんですよ。じゃあ、ペッカ裂いたんですよ。わかります？ペッカ裂いたら、じゃあ逆にメガナイトどうやって止めんの君ってなっちゃうんですよね。はい、で、ここディガー飛ばして、このマスケ処理して、あ、飛んで。おい。OK。あ、え、うま、相手の竹取り。え、でもこれはインドラ8、入ってる、美味しい。美味しい。で、ここのガゴは、大丈夫ですね。後ろ一応エレキ、
エリアド取ってるの もったいない。で、ここは、いやー、この判断あんま良くないかな。普通にディガーで良かったかな。まあいいや。ちょっと削りきますっていうか、まあ相手が今、ケツ、劣化したんで、シンプルにメガナイトが止められないっていうので、ここ無視して逆サイド攻めに行って、ここを美味しく、まあ、落とす感じかな。まあでも、怖いですけどね、この攻めは。そしたら、まあ、もしこっち寄られたとしても、こっちが削ってるんで、あと1000と2600で有利になれるみたいな感じですね。まあ、相手がケツ別化したら、シンプルに逆サイ、端前、メガナイトで、もう後ろどんどんつけてあげたらいいと思います。なんで、まあ、今みたいな感じでやってあげれば、結構楽に落とせるかなと思いますね。なんで、もう3戦終わりましたね。早かったですけど。なんで、まあ、ペッカに対して逆に自分からメガナイト出しちゃうと、ペッカ受けされて、そのままぶつかり合いした時に負けちゃうんで、まあ、待ちいいですね。その間はしっかりリガープラスの、まあ、周りで、1111やるのがいいかなと思います。はい。というわけで、まあ、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。よければ、こちらウルトラはちょっと多めなんですけど、はい、使ってみてください。で、最近ね、YouTube 毎日2本か、まあ、2本してる時もあるんで、よければね、そちらの動画も見ていただければいいかなと思います。自分でこうね、一人で撮ってる動画よりも圧倒的に彼女動画の方が伸びていて、僕はちょっと今、ね、ちょっと悲しいんで。よければこういった動画も、はい、ぜひぜひ見てください。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。